皆さん、おはようございます。今日は京都、蹴上駅に来ています。蹴上駅といえば、この道路を挟んで反対側にあるねじりまんぽというトンネルが有名です。今日は、南禅寺を紹介する前に、このねじりまんぽに行ってみましょう。ねじりまんぽは、台車に船を乗せて運ぶ鉄道、蹴上インクラインの高架下にあるレンガ造りのトンネルです。この蹴上インクラインは、今は廃線となっていますが、昭和の初め頃まで琵琶湖から京都間の水運で高低差のある場所の船輸送として活躍していました。ねじりまんぽに到着です。このトンネルは上を走っていた鉄道の台車の重さに耐えられるようにトンネル内部のレンガが渦を巻くように積まれているのが特徴です。このトンネルを一気に駆け巡ってレンガが渦巻くか見てみましょう。それでは用意ドン。反対側にゴール。皆さんはレンガが渦巻いて見えましたか？渦巻いて見えた人は今日いいことありますね。それではねじりまんぽから南禅寺へ歩みを進めましょう。せせらぎの音も聞こえますね。この辺りも小さなお寺さんが点在する京都らしい郷愁と面影を感じられる小道です。大寧軒です。美しい庭園がありますが通常は拝観できません。期間限定で特別拝観している時があります。金地院の楼門です。この奥に日光久能山に続く3つ目の東照宮があります。お、池髄師たくさん並んでる。徳川家康ゆかりの寺なので三つ葉葵の幕が門に掲げてありますね。東照宮下城門です。ここから南禅寺の参道に合流です。南禅寺の参道を進むと中門に到着します。この門をくぐると南禅寺の境内に入ります。境内を進むと左手に大きな門が見えてきました。行ってみましょう。大きな山門がお出迎えです。
人の三文です。三文とは仏語で空、無相、無作の三解脱門を略した名称です。この門は禅宗独自の圧倒する質感とシンメトリカルな門柱の並びが力強さを感じることができますね。門の裏側をぐるりと見てみましょう。裏側から見える境内です。歌舞伎で石川五右衛門が山門から見える満開の桜を見ていった名台詞があります。それでは山門を通って奥にある八棟へ進みましょう。行われる建物のことで、寺の中心となるところです。堂内には本尊の釈迦如来、文殊菩薩、普賢菩薩を安置しています。このお堂の見どころは天井に書かれた蟠龍、天に昇る前の龍の大作です。八棟を後にして寺の右奥にある琵琶湖疎水の水路閣が見えるスポットに行ってみましょう。水路閣はこの先にある南禅院の手前に佇んでいます。水路閣です。この水路閣は境内にあるレンガ造りのアーチ型水路橋で、琵琶湖から京都に向けて引かれた水路の一部となっていて、明治23年に竣工しました。このアーチ状の水路橋は明治の灰からモダンな佇まいがあります。
何千人の歴史的な寺院の中にあって、和の寺院建築とモダン的な水路の組み合わせは素晴らしく見応えがありますね。それでは水路の橋脚にもアーチ状の小窓があるので、ここで一気に通貫してみよう。それでは一つ目、二つ目、三つ目、四つ目、五つ目、六つ目、ここでターン。アーチ状の小窓から見える柱通しの風景もいいですね。水路閣の反対側からです。橋脚のアーチクラウンやアーチリブの曲線美はなかなかの見応えですよ。今日はこの辺で。見てくれてありがとう。